の方が先テレビ出てるんですよね。シナショーの方がやっぱり先売れてるんですよ。で、日村さんはおぎやはぎとか、うん、バナナマンは月みたいなもんだから、うん、品川庄司が太陽で、うん、俺たちを照らしてくれないと輝かないんだって言ってたんですよ。日村さん騙したな騙したな騙されたわけじゃないのなんだ、何が違ったんだろうね。やめてください。